つでやりたいですと、あと特技がないんです、スキルがないんです、資格がないんですっていうことを聞かれる方がいるんですけども、まあ、特別なスキルはそんなにいらないんですよね、ネットで安定収入を作るために。で、海外移住ご希望の方であれば、その現地でですね、かなりですね、その何て言うんですよね、特別な情報というのは出すことができますよね。なので、まあ、現地に住んでいるってこと自体が差別化なので、すごくいいかなと思うんですけども、特技がなければですね、まずブレインダンプですね、あなたのやってきたこと、そして苦もなくできることっていうのは必ずあると思うんですよね。で、人が面倒くさがってなかなかできないのに自分では苦もなくできることっていうのは結構ですね、あなたの得意なことだったりします。なので特技がないと思っても、まあ謙虚なだけでですね、なかなか自分のことは分からないですよね。まあ人のことも分からないんですけど、自分のことも分からなかったりするしますので、まあ、ここはメンターの脳みそ、力を借りてですね、棚卸し、まあ僕がそのサポートもします。で、未経験で